罰銃して踏むのが苦手な、生徒さんいらっしゃった場合は、こういうふうに構えてもらって、講師はこの生徒さんの太ももを持ちます。で、特に意識してほしいのはこのハムストリング、ここなんですけど、ここをしっかり手を当てて、ここを使うんだよっていうのを、ね、しっかりこう触ることでこう脳に認知させるんですけど、で、まあ、ハムストリングを手でこう押さえて上に持ち上げて落とす。これやってあげる。そのままリラックスしてるんですよ。こっち側リラックスしててここが働いてる。今までとも全く違ったんです。そうですね。今まではね、ここが、いや前ももが固まってたんですね。ここが緊張してこういう風にやってたんですけど、でなくて落とすだけ。ストリング意識してくるぶしに膝を落とす。でこれをちゃんと意識してもらうと適切になってくれるようになります。